7時30分、レストラン花茶屋に来ました。朝食券をカゴに入れます。ホテルルートインは、宿泊者全員に朝食が提供されます。席を確保します。料理を選んでいきます。温泉卵です。ベーコン。ちくわ磯辺天ぷら、カニクリームコロッケ。ホキのもやしあんかけ。そうめん、ポテト餅。水餃子。厚焼き玉子、サバ塩焼き、ブリテリ焼き。ボロニアハム、ほうれん草のごまえ、オクラ、からし和え、両団子サラダバーです。味噌汁です。一旦席に置きます。飲み物は水、リンゴ酢、牛乳、コーヒー、お茶があります。上段には納豆、焼き海苔、下にはぶどうゼリーがあります。こちらにはご飯、おかゆ。そして、その右側に漬物、パンがあります。
だ料理です。ルートインの朝食は全国どこでも同じようなメニューですね。ただし石垣島と札幌は少し豪華でした。そしてコーヒーをもらいました。食器を片付きます。ごちそうさまでした。この動画が気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価をお願いします。